いいですね。まあ別に 何テイクでもいけますから。ジャズに全てをかけた男が今日渋谷でジャズをさらにその先へ推し進める。金も地位も名誉も人脈もねえ、あるのはジャズだけだ。ジャズやるしかねえだろ。名古屋、アメリカ、上海、そしてここ東京って回ってきたけど、ジャズが必要だと思うんだよな。ここ渋谷のど真ん中で俺はジャズをやる。チャーリー・パーカーのビリーズ・バウンスを渋谷にたむろしてる奴らにぶち込むんだよ。気づかれました。よし、やるか。まあ、何テイクも取っても注意されちゃうと思うし、ファーストテイクで決めたいですね。いや、今まであれじゃないですか、布団を敷いて摘発されたやつとかいたと思うんですけど、ジャズをやって何か言われることはないと思うんですよね。どうかな、どうだったかな、今日のジャズは。まあ、俺のせいで渋谷のスクランブル交差点ジャズ禁止っていう張り紙がついちゃうかもしれないけど、まあ、俺の熱量が伝わったら、少しでも伝わったらすげえ嬉しいんだよね。俺もジャズに近かったから、俺はどんどん刺激的なコンテンツ作っていくから、この動画が少しでもいいなと思って、ぜひとも高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。弱田健一でした。